フィアット500、フィアット500、フィアット500は、イタリアの自動車製造会社フィアットが製造、販売していた自動車である。これらとは別に500のイタリア語読みである、チンクエチェント、チンクエチェントを社名したモデルも存在する。本項目ではそれについて記述する。1936年に発表された二人乗りの超小型車で、1955年まで製造された。 500A とその改良による系列車両の500バイトと 500C が該当する。小型車ではあるが発表当時としては高度なメカニズムを多数取り入れ、戦前、戦後を通じて大きな商業的成功を収めたモデルであり、系列車は総計約60万台が生産された。二0ネズミを意味するトポリーノの愛称で呼ばれたが、この愛称はその小柄なぼりと、 小さなエンジンで機敏に走り回る様、そして前期モデルシリーズにおける丸みのあるボンネット脇のやや高めの位置に外付けされたヘッドライトなどによる愛嬌ある外観から名付けられたものである。1930年代中期、フィアット社では1932年に発表した線 CC 級の小型車508バリラの販売が好調な状態であったが、 当時のフィアット総帥であるジョバンニ・アニエルリは、大衆向け自動車市場のさらなる開拓を目論み、バリラよりも小型の乗用車を市場に送り出すことを企画した。開発に当たったのは、元航空機技術者のアントニオ・フェッシアを中心とするチームで、この中に、後のフィアット主任技術者として、数々の傑作者を開発することになる、ダンテジア・公ーがいた。フィアットは、すでにバリラで、 アメリカのクライスラーの流儀に習った4輪、油圧ブレーキと構成ボディを採用していた。また1935年に発売された6、気筒エンジンの中級車、フィアット1500では、当時としては前衛的な空力流線型スタイルの効果で、1クラス上の旧型ニール車をしのぐ性能を確保することに、成功、さらに同車で前輪独立喧嘩も採用していた。それらの先行成果は、 新しいミニマムカーに惜しげなく応用された。こうして開発された初代500は当初5000リラという激安価格での販売が計画されていたが高度なメカニズムを詰め込んだ結果製造コストが想定以上にかかり実際の販売価格は8900リラにまで跳ね上がってしまった。それでも従来の自動車に比べれば大幅に廉価で あったことから、イタリアの大衆からは歓迎され、派生型の商用モデルの展開も手伝って、当時の国民車として大成功を収めた。戦時中の生産中断はあったものの後継車種の500バイトにマイナーチェンジされる1948年の生産終了までに約12万2000が生産された。500バイトのイタリア本国での売れ行きは戦後も順調で、 1949年には、ボンネット周りを1940年代のアメリカ車風に、ヘッドライトのフェンダー埋め込み化するなど、近代的デザインチェンジした 500C がば、1951年に追加された4座、ワゴンタイプのベルベデーレを含むトポリーの系列は、生産期間末期まで好調な販売を維持し、後継車種のリアエンジン車600。 セーチェントが発売される195年まで生産された。また、フィアット資本の入ったフランスのシムカでも、シムカ後3区の名前で1937年から同系車両がノックダウン生産された。フランスにおいて当時同等サイズのミニカーがなかったことからヒット作となったが、戦後の1946年にルノー4 c v 1948年に シトロエン 2CV という近似クラスの4ドアで4人乗りのフランス大衆車が発売されると、2人乗りの不利さから急激に販売を減らし、1950年までに生産中止となっている。シャーシに当時のスタンダードである独立したはしご型フレームを持つ一方、流線型の全構成ボディや油圧ブレーキに加え、先端技術である前輪独立喧嘩を導入した。 この時代の超小型車としては極めて贅沢なものであった。水冷エンジン FR を採用した。小型のエンジンを前車軸前方にオーバーハングさせ、重心を前方に傾けて操縦性に配慮すると、共にホイールベース間でドライバーが足を伸ばせる十分なスペースを確保するなどの工夫がなされいた。1934年のクライスラーエアフローが、 前方荷重を高めることで操縦性と居住性を改善した成果を小型車にまで広げたものといえ、ヨーロッパでも先駆的な手法を取り入れた車両だった。エンジンはサイドバルブにベアリングという最低限の仕様ながら上級車種並みの水冷4気筒となっており、569cc の排気量から 13.5pes を発生した。ラジエーターはフロントグリルが エンジン前方で曲線を描いて後継していることから十分な高さが取れずバルクヘッド、エンジンルームと室内の隔壁直前に搭載している。またこの配置により冷却水位の比熱の差で自然循環するサーモサイフォン現象を利用して独立したウォーターポンプを持たない。エンジンは1948年の500バイトへの マイナーチェンジに際して、排気量 570cc のオフ 15.7PS に強化、拡大されている。2ドア仕様であるが、このドアは後ヒンジーの前開きで、現在の乗用車とは逆方向に開く構造である。後年の安全性重視の検知からすると必ずしも、好ましくないが、当時はそれよりも乗降性を重視して採用された。通常モデルは2人乗りにもかかわらず、 ユーザーたちは、お構いなく座席後にまで無理やり乗り込んで4人、5人乗りを観光した。これにより後輪固定軸を支えるリーフ式サスペンション1、4カンチバーリーフが折れるトラブルが多発したことを受けて、1938年には5車軸スプリングが1、2ハンダエンリーフに強化されている。1953年にイタリアでのロケーションで制作されたアメリカ映画、 ローマの休日、ウィリアム・ワイラー監督では、オードリー・ヘプバーン扮するヒロインの王女を撮影しようとするカメラマン、エディ・アルバートの足者として、前期型のトポリーノが登場し、主人公の新聞記者、グレゴリー・ペックのベスパスクーターと共に、ローマの街を走り回るが、劇中、カメラマンと新聞記者が乗車した前席の後に王女が立ち乗りするシーンがある。 これはイタリアにおけるトポリーノの実際の乗られ方を踏まえた演出とも言える。正式名称はフィアットンオーバー500、シンフィアット500であるが、一般にはイタリア語で500を意味するチンクエチェント、チンクエチェントの故障で知られている。Q500 のトポリーノと区別するため、ンオーバー500、シン500と称される。初代500の直接後継モデルではなく、 異なるコンセプトで新規設計された同クラス別系統車種である。先行して発売されていた600、1955年発表のメカニズムが多くの点で流用されており、同様にモノコックボディのリアエンジンリアドライブ車となった。オーバー5 0 0の登場に先行し、新型車600、セーチェントが1955年に製造終了した。 初代500以下トポリーノの後継者として、ジアコーサの手で開発されていた。600はトポリーノとほぼ同等の全長ながら、リアエンジンリアドライブ方式の採用などで、スペース効率を大幅改善し、完全な4人乗り,乗り乗用車として設計されていた。ジアコーサは600の開発にあたり、4人乗り車の半分の費用で、2人乗り車を作ることはできない。 したがって4人の利者の方がユーザーの便益が大きいという信念のもと4座化を図った。この実現のためにスペース効率や軽量化の検知からプロペラシャフトを排した駆動方式を探り、当時全輪駆動車の実現には等速ジョイントの実用性が不十分だったことから、より現実的なリアエンジン方式を採用した。はトポリーノにも劣らぬ人気車種となったが、 フィアットは、この成功に満足していなかった。1 9五十年代当時のイタリアでは、軍事を失った、戦後の代替製品として、航空機メーカーや交換メーカーがこぞって、スクーター市場に進出しており、自動車を買えない大衆の足として、大きな成功を収めていた。フィアットではこれらスクーターからの乗り換えを換気すべく、六百より、さらに安価な乗用車を投入することが次なる需要に、 つながると判断したのである。このような背景から、ムオーバー500は、基本的に600をさらに一回り縮小したモデルとして設計された。600と比較して、スペース的に窮屈ではあるが4人乗りとしていた。2人乗りだったことで、競合車種に顧客を奪われてしまった、トポリーの時代の反省と、スクーターとの大きな差別化を図るという点から、重要視され、 実現されたものである。ジア交差はこれを理解しながらも、さらなる小型車の開発にはあまり気乗りはしていなかった。600こそが小型車としての自身最良の回答であり、それ以下の構成では、従来車種に対して走行性能の進化が見込めないと考えていたからである。それでも度重なるフィアット側の説得に折れる形で、設計に着手したが、 エンジンを空冷直列に起動とすることには最後まで抵抗し続けた。実際にはコストや開発期間の関係からそれに代わるエンジンの調達は難しく、最終的には自夜交差もこの条件を飲まざるを得なかった。大々的なキャンペーンや低廉な価格設定などの効果もあり、蓋を開けると販売が非常に好調であったことから、いつしかエンジン形式の変更の話は、 立ち消えとなった。そればかりか、その排気量拡大版が126やパンダにまで使われ続ける大変な長寿エンジンとなった。ただし、ジアコーサは生前日本の自動車趣味誌のインタビューに対し、ムォオーバ500が多くの人々に愛されたことに感謝しながらも、あのエンジンを許したことだけには悔いが残ると語っている。600同様の水冷直列4気筒エンジンは、 サイレンカクラス用としては、高コストになるため、500には前日の通り、簡素でコンパクトなパワーユニットとして開発された 479cc15PS の空冷直列に気筒、アブが縦置けで搭載されていた。オイルフィルターは、遠心分離式。最高速度は軽量なボディと、相まって時速 95km に達した。 マウントにスプリングを利用するなど配慮は見られるが、音が大きく振動が激しいため乗り心地には悪影響を及ぼしており、ムーオーバー500シリーズ最大の欠点になっている。車体は全構成モノコックとされたが、エンジンの騒音が屋根板のせいで車内にこもってしまうため、対策として屋根をオープンにできるキャンバストップを標準装備した。これにより騒音は車外に発散され、 居住性を改善できた。キャンバストップは機能的に必須とされたものである。サスペンションは600の縮小コピーでフロントが横を切り衣スプリングをアーム兼用としたシングルウィッシュボーン、リアがダイアゴナルスイングアクスルとコイルスプリングという組み合わせとなる。二ドアモノコックボディの丸みのあるユーモラスなフォルムは設計者のジアコーサ自身が手がけたものである。 もともと愛嬌のあった600のデザインをさらに縮小して仕上げたような雰囲気を持っている。ジアコーが晩年、カーグラフィック TV のインタビューで述べたところでは、自らクレーモデル、新しいスタイリングを試すために作られる、粘土模型を毎日撫で回すように手作業で作出していたら、自然にできてしまったのだという、独特の丸みを帯びた形状は、 少しでも軽く仕上げるために使用する鉄板を減らすべく、表面積を減らす意図もあったとも語っている。同時代の日本の軽自動車スバル360でも見られる傾向であるが、これらの小型車では、ボディの表面積を減らしつつ、丸みを持たせることで軽量化と強度を両立させるデザインがしばしば用いられ、薄い後半でも丸みを帯びたプレス加工を行うことで補強や 工程の追加なしに必要な構成を確保したのである。旧世代の自動車ということもあり、現代の車とは使い勝手が異なる部分が多数ある。発売初期の1957年当時は、スクーターを高架下取りするという荒業の販売施策で、スクーターユーザーの乗り換えを流し、それまで二輪車に乗っていたイタリアの大衆を四輪車に乗り換えさせた。 1959年、排気量を 499.5cc にまで上げ 21.5PS に向上させたスポーツモデルのスポルトが登場している。1960年、スポルトのエンジンを 17.5PS にデチューンしたマイナーチェンジ版の 500D が発売。また、水平直列に気筒エンジン搭載で過失を確保したワゴンタイプのジャルディニエラが追加された。 1965年、500F を発売。新しい交通規則に対応するため、これまでの前開きドアを廃止し、後ろ開きドアを採用する。これに伴い大幅に手が加えられ、フロントウィンドウの大型化、キャンバストップ開閉レバーを2箇所から1箇所に変更。キャンバストップ後方の金属や昆布を、これまでは分離可能型から、他の部との一体成形に変更。 テールランプの大型化、ドライブシャフトのジョイントを強化クラッチを、コイルスプリング式から、ダイヤフラムスプリング式に変更、ボディパネルの変更。こうした変更により、D 以前の前期型と F 以降の後期型と分けられる。1968年、デラックスモデルでバンパーを補強する、フロントバーが、特徴の 500L を発売。1972年、 低価格版の 500R を発売。同年より 500F、500L は生産を終了し、最終型である 500R が発売された。同じ年に後継車種126が発売されたが、500R は買いモデルとして位置付けられた。500R は126と同じエンジンである126.000型エンジンを搭載。このエンジンの基本的構造は 500F。 500L が搭載していた 110F000 型と変わらないものの、排気量は 499.5cc から 594cc へ拡大され、出力もネット値で 18ps から 23ps へ、なったが、コスト削減のためトランスミッションはこれまでと同様に、ノンシンクロ型を搭載した。内装についても 500F と同様にシンプルになり、リアシートは、 固定式の取り外せないものとなった。車体構造に変化はないが、唯一フロントエンブレムがフィアットと銀色の文字のみになり、トレードマークであったヒゲのようなフロントグリル風インテリアはなくなった。最終的に 500R は30万台以上が生産された。この他にも数多くのバリエーション、一部にはディーラーが改造したものもあったが発売された。また、 ムオーバー500をベースとしてエンジンやシャシーに改良を施した高性能版が販売当時アバルトから複数種リリースされている。ムオーバー500はイタリアの国民車として人気を博したほかヨーロッパ全土にも輸出された。アメリカでも少数が販売されている。1977年の生産終了までに通算で約400万台が製造されている。 イタリア本国やヨーロッパにとどまらず、世界各国に熱心なファンが存在しており、現在でもウォーバー500をレストアして愛用するものも多く見られ、スバルサンバーのエンジンを搭載した車両や電自動車に改造した車両など、エンジンスワップの実例も存在している。特に、イタリア本国では排気ガス規制と、国内産業活性化の推進により、旧車の扱いが厳しくなる中、 排気量 1000cc 未満で25年以上経っている自動車に以下の特典を与える法案が検討されている内容は自動車税の免除車検期間を2年から4年に延長自動車通行規制区域内への乗り入れ許可なっている排気量と経過年数は NOVA500 に合致するもので同法案は一部ではィアット5 0 0保護法とも呼ばれている与党を含む 超党派の支持団体まであり、同社は歴史遺産の一つだとするコメントが寄せられている。日本ではルパン三世の愛車として広く認知されている。当初ルパンはメルセデス・ベンツ SSK に乗っていたものの、設定変更や作画の都合から当時の作画監督であった大塚高生の愛車でもあた同社が選定され、初期シリーズ後半以降は頻繁に登場するようになった。 特に有名なのは、劇場版、カリオストロの城で登場する、クリームイエローの個体で、現行の五百では、日本国内限定で同色を模した特別使用者が、たびたび登場するなど、ルパン三世が本社の認知に影響していることが、垣間見える。2005年日本国際博覧会、愛、地球博では、イタリア間にホワイトチョコレートでコーティングされた、フィアット5 0が展示され、閉幕後には、 当時愛知県北郡南北町のリゾート施設である、北ナポリ内にあったチンクエチェント博物館に寄贈された。初代と二代目のフィアット500には、ボディ後部を延長して、二代としたエステート版仕様が存在する。初代、トポリーノには、社外製ボディのフィアット500セルビツヨ、フィアット500ジャードネタスの2種があり、トポリーノの丸みを帯びた後部を箱状に変更して、 二台とするという、初期のエステート版の製法としては、オーソドックスなスタイルであった。二台目、のオーバーには、フィアット500ジャードネタというエステート版がある。これも、やはり車体を延長し、エンジンを水平シリンダ仕様として、エンジンルーム高さを抑制、後部を二台としたものである。リアエンジン車でこのようなボンネットスタイルの版内し、エステートモデルは、非常に珍しく、 世界的にも他には、フォルクスワーゲンタイプ3やスバルレックス版、初代。二代目以降は、フロントエンジン程度しか例がない。三代目フィアット500にもワゴンモデルである 500L が2012年に発表された。フィアットは、全く新設計の新しい500を2007年3月に発表した。これは、初代フィアット500の発表からちょうど50年後である。 デザインは2004年のフィアットトレピューのコンセプトカーに基づいている。フォルクスワーゲンニュービートルや BMW ミニと同じくレトロルックを採用している。このモデルはフォードモーターと共同開発されたかと同じプラットフォームを持つ。製造はポーランドティヒトメキシコトルーカのフィアット工場で2007年中頃に開始され、2007年9月には販売が開始された。 FF 式の小型車チンクエチェント、チンクエチェントは1992年にファブリカ、サマッコードマレリトラズウィッチ、FSM がイタリア本国フィアットの完全子会社になったことを受け、ヨーロッパ小型戦略車として1991から1998年まで生産された。実質的なフィアット500の後継者として発売されていたフィアット126の生産中止に伴う 後継モデルとして1991年から1998年で発売された。との記述は誤りである。126は2000年まで生産されていた。また、ムオーバー500と126に搭載されていた、横置き水冷に気筒エンジンの FF500 がポーランド限定販売されていた。BR126 は当時ポーランド工場で生産されており、 東欧改革に伴い、ポーランドでも自家用車の需要が増えると見込んだフィアットが、イタリアにモータリゼーションをもたらした、んーオーバー500にあかり、その再来をポーランドにとの意味を込めてネーミングされたと言われる。この読みは当たり、イタリアにおいてもパンダの下を担うエントリーカーとして、大人気を博した。名称は500という数字ではなく、イタリア語読みのチンクエチェントと、アルファベットで綴られる。 しかしながら、エクステリアデザインは、現代的な2ボックスタイプのコンパクトな直線基調となり、初代500や新500とは異なるデザインとなっている。搭載されるエンジンの排気量は、当初 704cc と 903cc で、その後 1.1L 版が追加された。イタリアでは、エレット・アレトラという電気モーターを搭載するグレードも存在した。なお、フィアットは、 この500をベースとして、チンクエチェンとト,トロフェオという名称の競技車両を製作、イタリア国内のラリー選手権を中心に参戦していた。この車両は、ムオーバー500時代からスポーツ車両を手掛けていた、アバルトが開発にあたっている。1998年、後継車のの発売をもって、生産は中止されたが、この後継車となる600は、実質的には、シャーシ、エンジン、 使用コンポーネント類を500からそのままキャリーをオーバーしているため厳密には600は500のマイナーチェンジ版とも言える。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。